どうも、料理研究家のだるいまです。はい。いきなりね、私事にはなるんですけれども、昨日までですね、4泊5日の沖縄旅行行ってきましたね。はい、もう11月ということでね、海が少し寒かったんですけれども、海もお酒もご飯も満喫できましたね。でね、もう私だるいまとしたことが10日近くですね、筋トレできていないので、今回ですね、少しね、筋肉の張りが甘いかもしれません。まず冒頭で謝罪させてください。大変申し訳ございません。はい、ということですね。今回はですね、卵と塩昆布で作る卵そぼろおにぎりですね。これがね、もうめっちゃ簡単に作ることができて、非常に美味しい。冷凍保存もできるのでね、一気に大量生産して、冷凍庫で冷やしておくと、小腹が空いた時にもね、パクッと食べることができます。材料も非常にシンプルで、絶妙な味わいなので、ぜひお試しください。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ポン。ご飯、塩昆布、卵。砂糖、塩、料理酒あれば味の素。以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回はですね、大体ご飯は 1.5 合ですね。グラムにして 450g から 500g ぐらいご用意ください。でね、ご飯なんですけれども、できればね、炊きたての熱々のものをご用意ください。やっぱりですね、冷凍保存する場合に、冷やご飯や少しね、乾燥してしまったご飯を使うと、解凍後にご飯の食感が悪くなってしまうんですよね。ですので、できればね、炊きたての熱々のご飯に、卵そぼろと塩昆布を混ぜ込んで、熱いうちにね、おにぎりにして、熱いうちにラップで包んで、粗熱が取れてから、冷凍庫で保存するようにしてください。そのようにすることでですね、ラップの中にね、ご飯の水分、蒸気をですね、閉じ込めることができるので、解凍後もですね、ご飯がふっくらした食感になります。そして塩昆布ね。はい。この塩昆布で今回ご飯に下味と旨味をプラスしていきます。もう塩昆布はですね、お好みのメーカーで問題ございません。あとは砂糖、塩、料理酒。こちらはですね、卵そぼろに入れる材料ですね。で、あればね、味の素ですね。こちらをですね、少し卵そぼろに加えることによって、卵の旨味と風味がまたね、ぐぐっと立ちますから、あればね、ぜひとも味の素を入れてほしいです。ない方はですね、もう最悪この砂糖、塩、料理酒でも作ることは可能です。でね、僕が動画で味の素を使用する際にこれいつも言ってるんですけれども、味の素ってね、旨味をプラスすることができるだけではなく、実はですね、減塩料理にも非常に相性がいいんですよね。味の素はね、もう旨味の結晶なので、塩分もね、非常に少ないので、これをですね、減塩料理に何振りか加えると旨味が加わるので、コクや奥深さがね、引き立つんですよね。ということで、早速作っていきましょう。ここで皆様に年に1回の超特大セールの情報を共有します。だるいま愛用のマイプロテインが11月30日までビッグバンセールを開催しております。このセール年に1回ということで、マジでヤバいんですよね。まず1つ目、筋肉をつけるために必要不可欠なホエイプロテインや EAA がなんと業界最安値で販売されます。万が一これ以上に安く販売されているメーカーがあれば、マイプロテインにその差額分を返金申請できます。そして2つ目、マイプロテインの EAA やプロテイン、サプリメント、トレーニングウェア、高タンパクお菓子などが購入時にだるいまコードを入力することで、なんと 61% もオフになります。ありえないぐらいの割引率ですね。そしてマイプロテインはね、11月に新商品も数多く発売されましたので、ぜひね、気になる商品があればお買い求めください。ちなみに私だるいまの超おすすめはプロテインチップスですね。このチップスね、本当にね、ポテチ以上に美味しく、タンパク質もしっかりとれて、なおかつヘルシーですから、ダイエット中の方はぜひ、このプロテインチップス買ってみてください。今回ですね、マイプロテインから、このようなね、声明が出されるほど、完全赤字セールみたいです。今年一破格なセールになっているので、ぜひともですね、購入時にだるいまコードを入力して、マイプロテインの気になる商品購入してみてください。それではまず、卵そぼろを作っていきます。まずはボウルに卵を割り入れます。もう今日はね、パンプ感が足りないので、卵は肘ではありません。せいはっ、はい、卵を割り入れると。そしたらここに調味料を入れていきます。まずね、卵そぼろということで、ほんのりとした甘みを加えたいので、砂糖。この砂糖を加えることで、卵そぼろにね、甘みをプラスすることができるほか、砂糖というのはですね、浸水性という作用があるので、この卵そぼろがね、パサつかず、しっとり仕上がるんですよね。で、今回は塩昆布をたっぷり使用するので、この卵そぼろにもね、しっかりと塩気のある味をつけてしまうと、ちょっとくどくなってしまうんですよね。ですので、塩昆布の方でしっかりとね、塩味を効かせつつ、この卵そぼろではね、ほんのりと優しい甘みのある味わいに仕上げたいと思います。そうすることでね、ちょっと甘じょっぱいような味わいになって、これがやみつきになるんです。そしてここに塩。あとは料理酒。この料理酒を加えることによってね、卵そぼろが非常にね風味よく仕上がるんですよね。そして卵そぼろがボソボソにならず、ふわっとふっくら仕上がります。あとはお好みで味の素。そしたらこちらを卵のコシをしっかり切るようによく混ぜます。はい、ここではしっかりとお箸を動かして白身のコシを切ってください。はい、ということでね、卵のコシを完全に切ることができたら OK。 そしたらお次、火をつけていないフライパンに溶き卵っちょ、あ、違うだな、溶き卵。そしたらこちらを弱火で加熱して卵がそぼろ状になるまで絶えず混ぜ続けます。でね、今菜箸2本でやってるんですけれども、このようにお箸を増やすとより綺麗なそぼろに仕上がります。これね、今回はお箸でやってるんですけれども、これをゴム製の泡立て器でやるとより綺麗にそぼろを作ることができますからね。で、ここでの火加減はね、必ず弱火でやってください。これをね、中火や強火でやってしまうと、すぐにね、卵が固まって、卵そぼろがね、少しね、ポソポソしてしまうんですよね。はい、ここは弱火で、絶えずお箸を混ぜながら、卵そぼろを作っていく。このフライパンの縁の部分がね、特に固まりやすいので、このフライパンの縁の部分もしっかりと混ぜるようにしてください。はい、もうここまで固まってきたら火を消す。これ以上加熱すると卵がボソボソになってしまいますからね。はい、ということでね、卵そぼろの表面に軽く水分が残る程度まで加熱すれば OK。 これ以上加熱してしまうとね、次は卵がボソボソになって本当にね食感が悪くなるので。そしたらご飯に塩昆布。あとはここに卵そぼろを加えたら、こちらを切るように混ぜ合わせていきます。はい、塩昆布と卵そぼろがねしっかりとご飯になじむように混ぜ合わせる。このほんのりと甘い卵そぼろと塩昆布がもうまちょまちょ合うんですよね。本当にね騙されたと思ってやってほしい。ご飯一粒一粒にねしっかりと卵そぼろをなじませるイメージでよく混ぜ合わせるということで、ご飯に卵そぼろと塩昆布がしっかりなじめば OK で、今回ですね、大きめのおにぎりなら3個分、少しね小さめにする場合は4個分ございますからね。はい、ラップを敷いてできる限り熱いうちに握りましょう。ここはですね、筋肉を使ってキュッと握るのではなく、もう優しくね空気を含ませるようにして握る。はい、優しく握る。はい、こんな感じ。はい、ラップを敷いて熱いうちにラップの上にご飯をのせて、この子を優しく握る。そしてこちらを冷凍する場合は粗熱を取ってから冷凍庫に入れてください。そしてね、食べる際はラップに包んだ状態でレンジに入れ、600ワットのレンジでですね、だいたい2分半から3分ほど加熱して、全体が熱くなってからお召し上がりください。はい、ということで卵そぼろおにぎり完成しました。それではいただきましょう。これが本当にめちゃくちゃ美味しいんですよね。いただきます。うーん、うますぎ、絶妙、めっちゃうまい。止まらん。今回ですね、卵そぼろを甘めに味付けしているので、この卵そぼろの優しい甘みと塩昆布の塩気が絶妙にマッチしてます。このおにぎりが最高なんよな。で、今回はですね、卵そぼろの表面に軽く水分が残る程度まで加熱しているので、卵そぼろもボソボソにならずしっとり仕上がってますね。もうね、この卵そぼろの優しい甘みと塩昆布の塩気の相性がたまらん。この卵そぼろおにぎり、一度作ると定番になること間違いなし。ということで今日もマチョマチョマッチョ。それではSee you next time. Bye bye.